法、MLB の最新ユニフォーム売り上げ、大谷1位ジャッジ5位。1位、大谷翔平、2位、アルトゥーベ、3位、アルバレス、4位、ブレグマン、5位、ジャッジ、6位、トラウト、7位、ベッツ、8位、ターナー、9位、リンドア、10位、ロドリゲス、ヤンキースキャプテン。嘘だよな。アルトゥーベとかユーチビに負けるなよ。黒人率高え？大谷大人気やん。アストロズめっちゃ人気あるんだな。ぶっちゃけ人気投票するよりユニフォーム売り上げが一番手っ取り早い人気調査よな。日本人の購入者を除いた数字はどうなん？野球が本国で人気がないことが一目でわかるな。アライズって案外人気ないんやな。ジャッジ不人気やん。ヤンキース在籍時の大田一郎がユニフォーム売り上げランキング3位やったのに。藤波もネタで買ってるやつ多そう。大谷翔平のグッズは敵地ですら売れる。大谷ってやっぱ顔いいよな。イケメンらしいイケメンとかではないが、二刀流とか異次元なことやって顔もこれとか人気出るに決まってるやん。今回はこれで以上になります。ご清聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。